えー、11月場所ですね。えー、また牡蠣を迎えてきました。えー、11日目、えー、見ていきましょう。 重量、おー、ナヤですね。えー、逮捕のおまこさん、ナヤがですね、えー、マックストの対決でした。強いですね。こう、正面を手にしています。高原城、破りました。寄り倒し。上皇竜対極州法、極州法、上手投げで勝ち越し。えー、裏と大将丸、大将ながらが勝ちました。押し出し。剣章対錦富士、たき込みで剣翔、錦富士、ちょっと辛いですね。10敗目ということになってしまいました。極大勢対白王山、極大勢がはたき込み。千代取り対藤和馬。 くじわでまね、全然勝てません、ね。目を押し出しで千代の大鳥。美の海で見取り見取りしだ、三刀流。三刀流を押し出し。千代の海対西木、寄り切りで、えー、西木の勝ち。千代物対秀の海、秀の海がより送り出し。勢い対昌宝山、小手だけで勢いの勝ち。琴富士対大山海、琴富士片塚市。あずまと千代の、千代の、寄り切りで、えー、千代の王の勝ち。秋山で若元春は、秋山の勝ちということでね。 えー、まあ、ここまで言っていくとですね、ま全、あ、勝力士、まあ、2敗力士、並びに、えー、いないということなんですけども、3敗で極集法、そして、4敗でなってしまいましたけども、裏、そして上皇、長交流そして、極体制そして、千代の海とね、えー、まあ、こう、あと、行くような形という展開にこうなってきたということでね、重は混戦気味ですね。 はい、えー、幕の内の取り組み。み重量の石浦が千代大流との対戦でしたけれども、残念ながら勝つことはできませんでした。千代大流突き出し。えー、トロシ豊昇龍対島の海、島の海強い押し倒しで島の海の勝ち。えー、天空海が対海星、天空海が寄り切り。豊山対一路城一路城が押し出し。佐田の海対炎鵬は佐田の海が、えー、寄り切りで勝っております。えー、千代の国対明星、明星がはたき込み。 徳勝竜対千代翔馬。徳勝竜は鳥取ったで勝利しています。琴ノ若対照強し。押し出しで照強しの勝ち。青山対琴恵光。青山畑木組宝富士対竜電。竜電勝ちまして、2本、二勝、九勝目としております。北斗口対遠藤。北斗口が突き落とし。玉押対大奴将。大奴将突き出しで勝ちまして、勝ち越しに成功。大野将対沖の海、大野将が寄り切り。 えー、かがきてはたかは、えー、わかたが押し出し、桐り山と栃ちのしん、のより切り、照ノ富士対妙義龍ょうえりゅう、てが決めなし、飛び対るたえたからと、飛びがはたきこみで勝利しています。高安対すた御嶽海高安が押し出し、 高剣士対小の商法は、突き落としで高剣士の勝ちということで、えー、こういった展開になってまいりました。えー、ということでね、えー、最後まで今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。次回の動画もぜひお楽しみください。それでは失礼いたします。